しかったけど、ドラマが決まったこと、ずっと連ドラをやりたいなと思ってて、連ドラで制服を着たいと思ってたんですよ。それをずっとなんか取材のたびにいろんな人に言ったりとかしてたら、本当になんかオーディション受かって、で実際制服今着てやってるんですけど、夢が叶ったって感じです。なんだろう、今はあれかな、物件探しとかすいません、なんかこんな答えしかいや、あんまりまだ見てないんですけど、昨日はもう渋谷ちょっと見に行ったりとかして、あとネットで見たりとか、あ、でもまだまだまだ見て決めます。必ず友達といますね。そうです、なんか一人でいるのが嫌いで、嫌いというか、なんか一人でいると変なことばっかり考えちゃうんですよ。嫌なことっていうか、なんかマイナスになるようなことばっかり。なので友達と一緒にいて、なんかいろいろ話を聞いてもらったりとかしてる方が、なんか気持ち的にすごい安心するっていうか。仕事と仕事の合間に時間ができたら、よく一人でブラブラしたりはしますけど、一日休みを一日一人でブラブラとかはないですね。なんか優柔不断なんで、友達に決めてもらったりとか、でもいつもなんか同じようなものを買っちゃいそうになるんですよ。それを友達が止めてくれるみたいな、同じの持ってんじゃんみたいなあ、すいませんみたいなじゃあこれやめてこっちにしますみたいな。だろうな、でもどっちも嬉しいですけど、可愛いかな、なんか綺麗、私どうなんだろう、綺麗ってあんまり言われたことがないんですよ今まで。でも写真見て綺麗とか言われるとでも嬉しいです。可愛い、可愛い、歩いてて綺麗とか言われたことないんですよ。あ、綺麗。言われたいですね。でも言われたら嬉しいかもしれない。どうだろう。まあ年は取りたくないけど。時の経過は、時の経過なんて言えばいいんだろう、は、なんだろう、時間は経ってほしいっていうか、私は取りたくないけど、いろいろなんだろう、経験したいし、やりたいこともまだまだいっぱいあるし、そういう意味では、なんか、前へ進んでいきたいです。はい。仕事を頑張ってやっていきたいです。いや、子供がいてほしいです、でも子供いたら多分仕事は辞めてます。でも依存もないんで続けてる可能性の方が高いんですよね。はい、専業主婦が夢なんですよ。はい、専業主婦でなんか子供を保育園とかに送り届けて、なんか洗濯物とか家事とかして旦那さん帰ってくるのを待ってるんですよ、一軒家で。はい、それが夢なんですよ。はい、一軒家で庭がある家がいい。なくすんですよ。
からないです。なんかアクセサリーとかどん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 なくなってって、でもなくなったものがほとんど出てこない。ってことは部屋がすごい汚いんです。引っ越しの時になんかいろいろ出てくるかなってちょっと楽しみですね。はい。なんだろう。それはどういう意味ですか。探していきたいもの。どうしよう。なんかあるか。本当の自分を、はい、まあそうですね。でも本当の自分ってよく分かんないですよね。自分がどんな性格なのかも分かんないし。そうですね、それを探して、はい、自分を分析して、はい、行きたいです。7月23日で二十歳を迎えてしまう小松彩香です。プレイボーイ見てくれましたか。すごい寒い中頑張ったのでぜひ見てくれると嬉しいです。これ見れる頃にはもうないかもしれないんですけど、はい、あと二十歳を機に、もっと大人な女性になれるようにこれからも頑張りますので応援よろしくお願いします。